ハスマ駅駅は、富山県富山市ハスマ1丁目2番地にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C35。千鳥式ホーム2面1線の地上駅であり、ハスマ踏切を挟んで上下ホームがある。東駅東側にフィーダーバスの停留所があるので、ホームを挟んで列車の向かいにバスが発着し、乗降客の便宜を図っている。 富山高線の富山ライトレール移管によりホームは低床ホームとなっており、旅客和や等の設備が設けられている。LRT 化後の富山高線の各駅及び各停留場においては、各電停の旅客和や壁面を個性化壁と称して、駅周辺の文化や歴史を伝える衣装を施しているが、当駅においては、伊藤久江がデザインを手掛け、馬場記念公園がモチーフとなった。 イメージグラフィックが掲出されている。当駅における個性化壁の共産企業は富山科学工業である。2009年2月16日からパークライドを促進するために20台分の駐車場が設けられた。開始当初の利用台数は2台のみであったが、前時公表を博して2010年時点においては、平日の平均利用台数は17.4台にまで増え、その後は、 利用率が10割を超える状態が続いていたので、富山市は2015年に15台分の駐車場を増設することを決定している。片面ホーム一面一線の地上駅であったが、貨物取扱いが行われていた時代には、広い構内に多数の側線を有し、貨車が留置されていた。また、北陸本線と山駅東富山駅間から、当駅には、 北陸本線の貨物支線が分岐しており、富山総車場から発車した貨車の富山港尖閣駅に対する振り分け作業が当駅総車場にて行われていた。この総車場の設備は貨物取扱いの廃止後には不要になったため、日本国有鉄道生産事業団が1994年12月26日までに宅地造成工事を完成させ、 その分譲を行うこととなった。臨時駅であり、簡易委託駅となっていた、京林城前駅を除くと、当駅は、富山高専唯一の有人駅となっていたが、西日本旅客鉄道は2000年11月15日に、旅客減少を理由として2001年3月のダイヤ改正をもって、当駅を無人化する方針を表明した。高齢化社会における、地域公共交通の役割や、 高校生の通学になっている等の観点により反対運動が行われたが2001年3月3日より無人駅となった。1975年10月16日撮影の東駅周辺航空写真あたり駅においては1945年7月6日より専用線発議者扱い貨物の取扱いが開始されたが1949年2月11日に 一旦廃止された。その後、1958年4月10日より、北陸本線と山駅東と山駅間から分岐し、当駅に至る、貨物支線の開業と同時に専用線初に、車扱い貨物の取り扱いを再開したが、結局1982年11月15日に廃止された。また、北陸本線と山駅東と山駅間から分岐し、当駅に至る、 貨物支線は1986年11月1日をもって廃止された。1970年10月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。富山県統計年間によると当駅における各年度の1日平均乗車人員は以下の通りであった。2006年4月29日より 富山ライトレールと山高線の移管開業に合わせ、当駅からはフィーダーバスと称する富山ライトレールの自動車線が地方、草島方面に向けて運行されている。もともと富山地方鉄道は富山高線に並行する形で乗り合い自動車を運行していたが、同社は富山ライトレールと山高線の開業によりこれを廃止し、富山ライトレールよりその自動車線の運行を受託して、 運行を行っている。同自動車線は2006年8月28日から金山新方面を経由し、朝夕は富山市立和合中学校を経由するルートに変更され、走行距離は7 2トルにして、運行時間は18分から21分を要していたが、旅客より時間がかかりすぎると不評であったので、2007年3月からは、 金山新方面経由を廃止し、走行距離は 4.4km に短縮された。フィーダーバスの大人運賃は現金を持って支払う場合は、一律200円であるが、IC カード乗車券たるパスかないし、E コミカによって、大人運賃を支払う場合は、一律180円である。ただし、IC カード乗車券たるパスかないし、E コミカを使用して、 富山ライトレールと山高線の列車とフィーダーバスを乗り継ぐ場合、乗り継ぎ先の列車あるいはフィーダーバスの大人運賃は100円となり、従って列車及びフィーダーバスの合計運賃は280円となる。富山地方鉄道富山高線犬島新町駅、蓮町駅萩浦,浦小学校前駅蓮町駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。